皆さんこんにちは。第2部の司会を務めさせていただきます音更町伊福部明記念ジュニアオーケストラの団長の泉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。第2部ではジュニアオーケストラと音更高校管弦楽曲を中心にこの日のために特別編成されたオーケストラによる演奏をお楽しみいただければと思います。当団音更町伊福部明記念ジュニアオーケストラは2017年秋に誕生しました。バイオリンの経験者はゼロからのスタートでしたが、助則先生の指導もあり、子どもたちの頑張りもあり、伊福部先生の音楽で音更を盛り上げようと、伊福部明先生の音楽を心の拠り所、支えとして町の120周年に花を添えたいという思いで、この設立から4年間日々練習に励んでまいりました。コロナ禍の中で子どもたちは多くのことを学びました。今まで練習すれば当たり前にあったステージ、それがないこと、9月の緊急事態宣言の中でどんなに練習をしたくても公共施設が閉まってて使用できない、そんな中多くの方々が支えてくださいました。町内の農家でこの緊急事態宣言の中倉庫をお貸しいただき、今日のために練習もしてきました。貸していただいた農家の栄谷さんにこの場を借りて御礼申し上げます。子どもたちは演奏会というものが自分たちの力だけでは実現できないものだ、多くの方々の協力支えがあって初めてここに演奏ができることをこの経験を通して知りました。我々演奏者はそんな皆様に感謝をしながら、客席の皆様に音楽で楽しんでもらえることが全てだと思っております。音楽には魔法の力がある。みんなが一つになり笑顔になれる。このこと言葉の通り、子どもたちの頑張りに賛同していただけた仲間が増え、今日ここに演奏会を迎えることができました。本日は音楽の町音更町120周年をお祝いしようと、この強い思いに賛同いただけた音更高校管弦楽曲はもとより、道内各地、江別、岩見沢、旭川、名寄、そして釧路のジュニアのメンバーをはじめ、地元を中心に館内外からも多くの奏者が集まってくださいました。改めてこの場を借りて感謝申し上げます。今日ここに絆で結ばれ集まってくださった総勢90名の演奏者の皆様に今一度温かい拍手でお迎えください。ありがとうございました。さて、演奏の方に戻りまして、第2部のオープニングは200年後の2200年が舞台の昭和を代表するアニメ映画宇宙戦艦ヤマトから序奏とメインテーマでした。次にお送りします曲はディズニーランドのアトラクション小さな世界、世代を超えて人気のドラえもんのテーマソングをメドレーにした新旧ドラえもんメドレー、そして十勝ゆかりのアーティストの楽曲をメドレーにしました十勝バラードメドレーをお送りします。3曲続けてお聴きください。それではお願いします。